俺はメタルワンコ。曜日以降の帰り道、突如現れた巨大な円盤に吸い込まれていったワンコや。俺は見ての通りメタルなワンコやねん。このメタルな完璧防御でニャンコ軍団の攻撃を耐えまくって戦意喪失させたるわ。メタル最強。いや終わった、クリティカル持ちのネコベルセルク出てきたよ。こいつらニャンコ軍団絶対このステージに俺らメタルワンコ出てくるの知ってたやん。マジでだるいって。まあでもこいつネコベルセルクのクリティカル発生率は 40%。 クリティカル発生する前にお前を倒したるわ。いくぞー。一発で当ててくるなよ。メタルカオルくん、こいつを倒してくれ。はーい、任しとき、メタルワンコ。俺はメタルカオルくん。人類の存亡をかけ開発された顔型決戦兵器や。ちなみに浮いてるように見えるけど、光学迷彩仕様の12本の足が生えてるから浮いてないねん。出た、天柱ハヤブサ。てか、その残像みたいなんやめろよ。あ、一瞬残像なくなった。てか、なんやねんこれ。まあ、ええわ、こいつ天柱ハヤブサのクリティカル発生率は 30%。そんな低い確率じゃ俺、メタルカオルくんは倒されへんぞ。どっちが強運か勝負や。行くぞー。はい、残念、俺の勝ち。あとは俺の攻撃当てるだけや。イエーイ。おお、次はネコベルセルクか。いやー、こいつは相変わらず見た目はめっちゃかっこいいな。まあ俺メタルカオルくんには勝たれへんねんけどな。確かこいつのクリティカル発生率は 40%。 さっきよりは確率高いけど俺の強運でかわしたるわ。行くぞー。悪いて。メタクマ、こいつを倒してくれ。はい、任しとき、メタルカオルくん。俺はメタクマ。カオルくんの家に居候して早6年の着ぐるみクマで、ようやく重い腰を上げて外の世界へ出たら中身はサイボーグ化してたクマ先生や。てか今日は運営に言いたいことあるねんけど、俺メタクマを10周年とかの大きいイベントの時だけニャンチケ5枚持たせて出撃させんのやめてくれへんかな。ニャンコ軍団がニャンチケ欲しさにめちゃめちゃ攻めてきて大変なんよ。まあニャンコ軍団はヘッポコ集団やから返り討ちにしてるねんけどな。俺はネコベルセルク。呪われた剣によって我を忘れたメタルキラーニャンコや。俺ネコベルセルクはたまにクリティカル攻撃を出すことができるから、この能力でこいつメタクマを倒してやるわ。私は1億ドルの猫。勝者に贈られる超高額賞金のプレートを運ぶ。1億ドルの懸賞金がかけられ、俺は猫嵐。雨降りのバス停も吹き飛ばして素敵な冒険が始まる。体内にか、俺は天柱ハヤブサ。一族に伝わるタイマーの刀で悪事を、自己紹介くらいさせてくれ。はあ、やっぱニャンコ軍団は雑魚ばっかやな。マジで手応えないわ。なんか壁だけ出してるけどもう無理やって。さっさと戦闘離脱しようか。え、なんかめっちゃニャーニャー聞こえてきたねんけど。てかなんか壁めちゃくちゃ多くなってきてないか。あかん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 、その量はあかんって。俺は単体攻撃やからこんな量来たら倒しきられへんって。やばい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 、あかんあかんあかん、くそったれ。ニャンコ軍団最強。問題です。メタルサイクロンとネコジュラザウルス、勝つのはどっちでしょうか。正解はネコジュラザウルスでした。正解した人は高評価とコメントで教えて。俺は狂乱の猫の鳥。ニャンコ軍団を裏切って狂乱となることでリーチが伸びた。体力は少ないが敵をまとめて一掃する超破壊力を持った猫の鳥や。今日もニャンコ軍団が攻めてきてるねんけど、空もろくに飛ばれへん奴らが俺狂乱の猫の鳥に勝てるわけないやろ。さっさと倒したるから早出てこい、ニャンコ軍団。俺は猫踊らマンサー。ことわざ踊れば友なりの語源と言われている超自然的存在と踊り狂うニャンコや。このステージは裏切り者の狂乱の猫の鳥が出てくるねんけど、俺のゴクタワに浮いてる敵を止める能力で狂乱の猫の鳥を無力化することができるんや。この能力を使って超自然的存在と踊り狂いながらボコボコにしたるわ。は？あんま調子乗んなよ、ネコオドラマンサー。俺の動きを止めれてもお前の攻撃力なさすぎて痛くも痒くもないわ。勘違いすんなよ。オクレット参上、究極戦士コズミックコスモ。銀河の果てまで光り差す道となれ。宇宙の力を今解き放つ。ファイナルコスモ、ミラクルコズミックフラッシュ。いや攻撃モーション長いな。どんだけためらな攻撃できひんねん。隙間見りゃないかい。てかお前何者やねん。私は銀河の果てまでたどり着き、私の栄光は都市伝説として語り継がれているニャンコヒーローだ。しっかり覚えておけ。ニャンコ軍団を裏切った悪党、狂乱の猫の鳥。私の浮いてる敵を必ず吹っ飛ばして動きを止める能力で成敗してやる。なんかかっこいいんかダサいんかわからんキャラやでな、究極戦士コズミックコスモ。てかお前進化前鶴の恩返しやろ。なんでそんな見た目に進化するねん。おかしいやろ。悪党は黙れ。おいみんな、助けに来たぞ。俺はキャットマンダディ。紫外線を完全に遮断する特殊スーツを華麗に着こなすヒルドラの英雄や。みんな俺が来たからもう大丈夫。俺が狂乱の猫の鳥を倒すから安心してくれ。あんま調子乗んなよキャットマンダディ。
私が狂乱の猫の鳥を倒してみんなを安心させるんだ。てかお前キャットマンダディより私究極戦士コスミックコスモの方が人気があるから2番手は引っ込んどけ。勘違いしてるのはお前や、究極戦士コスミックコスモ。こうなったらどっちが人気か視聴者のみんなに聞こう。いや勝手に人気投票やめろ。てかどっちが人気か知らんけど、お前ら全員倒して俺が一番人気になったるわ。いくぞー。うおー、俺が最強や。あーめっちゃ悔しい。チャンネル登録高評価よろしく。俺は古代ワンコ。真面目な性格で成績も優秀だが、勉強しながら呪いの言葉を吐く癖があり、周りに迷惑がられている太古の昔に生息したワンコや。出た、猫超人や。こいつ猫超人は遅れて登場した基本キャラで、運命を覆すために現れた人を超越した猫らしい。なんやそれ、お前ごときが運命覆せるわけないやろ。俺、古代ワンコに負ける運命をな。ほな行くぞ。運命覆った、こいつを倒してくれ、コライノくん。はーい、ま任せとき、古代ワンコ。俺はコライノくん。悪いことが起こる人のところへ行って助言をする旅を続けているが、着く頃にはいつも事故なので、伝えたことはまだない未来を見通すことができる古代の予言者や。なんか第三形態に進化してるけど、こいつ新猫超人に俺コライノくんに負ける運命を助言するで。なめんなよコライノくん。俺は新猫超人、遺伝子に刻まれた人類猫化計画の遂行、永遠回帰の末長きにわたる歳月を得て今動き出すにゃんこや。なんかお前コライノくんに負ける予言されてるらしいけど、俺新猫超人にはお前コライノくんみたいな古代種に超ダメージを与える能力がある。この力で蹴散らしたるわ。予言は絶対や、ぶちのめしたるわ。行くぞ。おー、コライノアタック。予言外れた、あとは任せた、エンシェントサイクロン。はーい、任しとき、コライノくん。俺はエンシェントサイクロン。恐竜を一掃してなお吸引力は衰えない、遥か昔に発生した地球最古のサイクロンや。コライノくんの予言は俺、エンシェントサイクロンが引き継いで、こいつらニャンコ軍団を圧倒的な回転攻撃ですぐあの世に送ったるわ。こいつエンシェントサイクロンは俺、新猫超人だけじゃ手に負えんな。猫神面のウリル、手伝ってくれ。はーい、手伝いに来たぞ、新猫超人。俺は猫神面のウリル。孫の気を引こうと新たな技を習得してみた伝説の武道家や。俺猫神面のウリルは古代種と悪魔にも滅法強く、必ず動きを遅くし、さらに呪って烈波を放つ能力がある。俺猫神面のウリルの能力は見てわかるように半端ないし、今回は覚醒古獣ナーラも呼んでる。余裕でお前エンシェントサイクロンを倒せるぞ。俺エンシェントサイクロンも舐められたもんやな。お前らごときじゃ俺を倒されへんってことを証明したるわ。行くぞ、古代のくるくるアタック。嘘ったれ、新レジェンドブンブン、あとは任せた。俺に任しとけエンシェントサイクロン。俺は新レジェンドブンブン。イニシエの地に踏み込み入れる者を容赦なく殴り続ける古代の番人や。ぶっちゃけ俺新レジェンドブンブンよりもエンシェントサイクロンの方が強い気するけど、実際みんなはどう思う？みんなの評価を高評価とコメントで教えて。俺猫神面のウリルはエンシェントサイクロンの方が強いと思うな。エンシェントサイクロンの攻撃力上昇めっちゃ強いし。あーなめんなよ、俺新レジェンドブンブンの方が強いわ。いや謙虚なんか謙虚じゃないんか、どっちやねん新レジェンドブンブン。まあなんでもええ、お前らニャンコ軍団に古代な敵の強さを証明したるわ。行くぞ。うおー、古代なブンブンアタック。あー半端ないって。1.3 万人が投票したニャンコアンケートの結果発表。シーガレオンとボルボンバー、どっちの方が強い？ボルボンバーの方が強い。みんなのコメントはこんな感じ。毎日アンケートしてるから高評価と投票よろしく。俺らは猫ギャング。猛ダッシュから繰り出す一撃で敵を一気に粉砕する、辛い人生で道を踏み外した速攻型ニャンコや。みんな見てくれ、このかっこいい俺らの車を。みかんの段ボールに車輪をつけていくつやんしょう。今日もこのかっこいい車でワンコ軍団壊滅させたるわ。僕は一輪輪、ニャンコ軍団を裏切り車輪数を削りコストダウンを実現した、極芸用一輪車を自由自在に乗り回すニャンコや。みんな僕の乗り物を見てくれ、僕の一輪車めちゃめちゃかっこいいやろ。全然かっこよくないわ。一輪輪
あれれ、猫ギャングのミカの段ボールに車輪をつけたいかついヤンシャの方が絶対かっこいいわ。てかお前一輪輪の足どないなってんねん。足だけ長くて意味わからんことになってるやんけ。は？あんま調子乗んなよ猫ギャング。僕一輪輪の攻撃するとき痛そうなトゲトゲ出ます。一輪車の方がかっこいいし強いから。おい猫ギャング助けに来たぞ。俺らは暴走兄弟ピーチジャスティス。結果が全てではないことを知り、世界が色づき始めたニャンコク連隊や。なんかお前ら自分らが乗ってる乗り物が一番かっこいいとか言ってるけど、俺らの猿、犬、キジ、猫で鬼退治行っちゃいますよ号が一番イケてるから。俺らだけ色ついてるし。確かにちょっとはかっこいいと思うけど、スポーツカーみたいでいいなとか思うけど、絶対僕一輪輪の攻撃するとき痛そうなトゲトゲ出ます。一輪車の方がかっこいいし強いから。負けてないから、羨ましくないから。いやめっちゃ強がってるがな、バリダサいやんけ。おいみんな助けに来たぞ。俺は超電磁戦機ディアボロス。いかなる兵器もその進軍を阻止することはできない。悪魔の力を消化して生み出された高機動侵略兵器や。おい一輪輪、俺の最高傑作超巨大全てのものを焼き尽くせ、スーパーウルトラレールガンでボコボコにしたるからな。え、もしかしてその乗り物二足歩行な？超電磁戦機ディアボロス、めっちゃかっこいいやん。僕一輪輪は二足歩行のロボに憧れがあったんよ。あ、そうなんや。ところで俺、超電磁戦機ディアボロスの超巨大全てのものを焼き尽くせスーパーウルトラレールガンはどう思う？めちゃくちゃかっこいいやろ。いや全然興味ない。二足歩行にしか興味ない。レールガンとかちょっとビーム出るだけのイラン技術やん。全然かっこよくないわ。いやめちゃディスってくるやん。そんな言わんでええやろ。お前一輪輪のタイヤのトゲの方がイラン技術やろ。はあ、タイヤのトゲがイラン技術やと？攻撃するとき痛そうなトゲトゲ出ます一輪車をバカにするな。お前ら全員ボコボコにして攻撃するとき痛そうなトゲトゲ出ます一輪車の凄さ証明したるわ。行くぞー。うわー、一輪車を舐めるな。あー、くそったれー。一輪車もかっこよかったよな、ピーチジャスティス。俺は好きやで。問題です。猫半魚人と神様、勝つのはどっちでしょうか？正解は猫半魚人でした。正解した人は高評価とコメントで教えて。俺はワンコ、長崎県を守るワンコや。なんかニャンコ軍団にダークヒーローがおるらしいね。そいつの名前はインフェルノアキラ、通称中二病アキラや。みんな知ってるか？アキラとウルフとウルルーのニャンコンボの名前中二病やで。それはもうめちゃくちゃ中二病やろ。まあ俺がさっさと倒したるから早く出てこいよ。出た、インフェルノアキラや。まあ中二病とかディスってたけど普通にかっこいい見た目してるよな。しかもインフェルノアキラの武器絶対ジャガンドーの顔のデザインやし、めちゃ強そうやんけ。まあ俺長崎県のワンコにかかればお前インフェルノアキラなんか余裕で倒せるねんけどな。ほんなボコボコにしたるわ。行くぞー。普通に強いやん。大狂乱の暗黒猫、こいつを倒してくれ。はい、任しとき、長崎県のワンコ。俺は大狂乱の暗黒猫。ニャンコ軍団を裏切り狂乱となることで攻撃力が増加し、圧倒的に見た目がかっこよくなった戦闘向きキャラや。みんな見てくれ、俺大狂乱の暗黒猫のかっこいい剣と盾を。このかっこいい剣と盾でニャンコ軍団を全滅させてやるわ。かかってこいよ。あんま調子乗んなよ大狂乱の暗黒猫。俺は飛脚猫、取扱い厳重注意の大事な荷物を運送中の昔ながらの荷運びに重んじる職人肌にゃんこや。俺飛脚猫の赤い敵に超ダメージを与える能力で取り巻きの赤い敵を簡単に処理してやるわ。覚悟せよ。おい飛脚猫、助けに来たぞ。俺らは超獣戦隊キンレンジャー。超獣砲から放たれる光で未来を照らす最終決戦の地に集結したエリートの獣たちや。おい大狂乱の暗黒猫、お前みたいににゃんこ軍団を裏切り闇落ちしたニャンコ、俺ら超獣戦隊キンレンジャーは絶対に許さない。闇落ちから救ったりもしない。反省も全くしなくていい。ただあの世に行ってくれたらいいや。いやお前ほんまに戦隊ヒーローな。どんなことがあっても絶対許してくれへんや。おいみんな助けに来たぞ。俺はインフェルノアキラ。未来と自分は変えられるの信念を胸に抱き、変わらない社会に抗う天才少年や。おい大狂乱の暗黒猫、お前のようにニャンコ軍団を裏切り闇の力に手を出すような奴は俺インフェルノアキラがボコボコにしてやるわ。いやお前は人に言われへんやろインフェルノアキラ。めちゃくちゃお前の向きジャガンドーやんけ。悪魔の力を使おうとするな、クソダークヒーローが。うるさいんじゃ大狂乱の暗黒猫。悪魔の力使って何が悪いねん。闇の力のどこが悪いねん。強い奴が正義やねん。力が強いやつがこの世を支配するんや。いやどっちが敵かわからなくなってきたわ。めちゃくちゃ思考ヴィランやん。
インフェルノアキラの力見てたら俺ら超獣戦隊キンレンジャーも闇の力欲しくなってきたな。いやあかん、お前ら超獣戦隊キンレンジャーはまだ正統派戦隊ヒーローっぽいからそのままでおってくれ。いいね超獣戦隊キンレンジャー、俺の悪魔の力をお前に授けよう、そして世界を二人で破壊しよう。いやお前モテキやん、完全にヴィランやんけ。てかそんなことはどうでもいいわ、こんなしょうもないニャンコ軍団のヒーロー野郎どもは俺大狂乱の暗黒猫のかっこいい闇の剣と盾でボコボコにしたるわ。行くぞー、うおー、これが闇の力や、あークソヒーローが、ヒーロー万歳。チャンネル登録高評価よろしく。僕は天使ガブリエル。いつもワンコの背後で勉強を見守っていて、勉強中に居眠りをすると具現化して、ワンコに噛みつくワンコのご先祖様や。なんか、ワンコ軍団に亀が仲間になって、このステージを攻めてきてるらしいな。まあ、ニャンコも亀も僕ら天使と違って過当な生物や。圧倒的な力の差を見せつけて、この天使の住む聖域から追い出してやるわ。いや、思ってた亀と違う。めちゃくちゃでかいやんけ。亀ってより怪獣やないかい。こいつ絶対地獄でおるやろって顔面してるて。てか、この亀の怪獣の上に乗ってるニャンコの虎の胃を狩る狐感がめちゃくちゃうざいねんけど、うざすぎるから僕天使ガブリエルがお前らを地獄に送り返したるわ。行くぞー、あー強すぎやろ。断罪天使クオリネル、この亀を倒してくれ。はい任しとき天使ガブリエル、私は断罪天使クオリネル、ご煩悩なモンスターペアレントとしても恐れられる、腐敗したこの世を裁くため天界より降り立った裁きの使者や。なんか私断罪天使クオリネルのキャラ説明に長射程の後方攻撃をかいくくればとか書いてるけど、いらんヒント書くなよ。そういうのは黙っとけ。まあそれをニャンコ軍団が知ったところで、私断罪天使クオリネルは倒されへんけどな。俺は猫ラーメン堂を派手な湯切りで客を楽しませる、実家の豆腐屋も継がずにラーメン屋に就職した素人は黙っとれが口癖の本格派職人や。おい断罪天使クオリネル、俺猫ラーメン堂の天使に打たれ強い能力でめっためたのボコボコにしたるわ。いや打たれ強いだけじゃボコボコにできひんやろ。素人は黙っとれ、お前断罪天使クオリネルの攻撃を耐えまくってめちゃくちゃ攻撃当てるってことや、勘違いすんなよ。おい猫ラーメン堂助けに来たぞ。俺は竜宮長寿キングガメレオン、スナック乙姫のママの気を引くため塗装された亀が見事作戦に成功し、お土産を奪取したニャンコや。いや亀ごつすぎやろ。お前ら浦島太郎をモデルにしたキャラやろ、だからその亀はウミガメやん。私も海に住んでるクリオネがモデルやからウミガメ知ってるけど、でかすぎやろ。乙姫もびっくりやで。浦島太郎の話って初めにウミガメがいじめられてるやん、だから根本的にいじめられへんウミガメに成長させました。いやなんやねんその育成術、すごすぎやろ。おい竜宮長寿キングガメレオン助けに来たぞ。俺らは超音楽奏サルカニフェス新アルバムインガ王法を引っ提げ報復ツアー中の地獄よりよみがえりし伝説のロックバンドや。おい断罪天使クオリネル、お前は全然ロックじゃないな。俺ら超音楽奏サルカニフェスがロックってもん教えたるわ。そうかほなロックってもん教えてくれ。ロックってもんはな、まずは礼儀や、ほて思いやり、優しい気持ちが大事なんや。いやほんまにこれがロックなんか、めっちゃいいやつやんロックバンドって。まあなんでもいいわ、お前ら2体とも地獄に送ってやるわ。行くぞー、うおー、負けへんぞー、あー、クソ野郎が。天使やのにめちゃ口悪いやん。チャンネル登録高評価よろしく。僕は悪の帝王ニャンダム。悪の帝王なのにお酒が飲めない自分に苛立ちを覚え、酔った気分になるために全身を赤く染めたニャンダムや。もちろんグラスの中身はコーヒーゼリーやで。あーなんかこいつら猫ドラゴンに新しいキャラが追加されたらしいな。確か洗脳されし猫ドラゴンだっけ。まあトカゲ野郎が一匹増えたところで僕悪の帝王ニャンダムには勝たれへんぞ。全員まとめて僕のようわからん黒い手攻撃で倒したるわ。ああ普通に強いやんけ。狂乱の猫、こいつらを倒してくれ。はい任しとき悪の帝王ニャンダム。俺は狂乱の猫、ニャンコ軍団を裏切り狂乱となることで破壊的な攻撃力と圧倒的な体力を手に入れた猫や。おいニャンコ軍団、よくもこの俺を75円とかいう格安でこき使ってくれたな。まあ使う分にはええねんけど、狂乱のタンク猫ゲットしてから使用率下げてくるのマジでうざいんじゃ。絶対許さんからな。私は猫泡踊り踊るニャンコに見るニャンコ、同じ猫
猫なら踊らにゃソンソン系にゃんこだよ。おい狂乱の猫、そんなにゃんこ軍団の恨みよりダンスしようよ。レッツダンシング。いやなんやねんこいつ、めちゃくちゃのんきなやつやな、ボコられてるのに。おい猫阿波踊り、助けに来たぞ。俺らは猫ドラゴン軍団、遠距離から超絶破壊力の炎を吐く最強のドラゴン集団や。今日はなんと俺ら最強のドラゴン軍団に新しい仲間ができたんや。それはこいつ、洗脳されし猫ドラゴンや。洗脳されし猫ドラゴンと一緒にお前裏切り者の狂乱の猫を倒したるわ。いや全然洗脳されし猫ドラゴン見えへんやんけ。既存の猫ドラゴンが重なりすぎて何も見えへんかな。どうないなってるねん。ああ、それはニャンコ大戦争の仕様やからしゃあないわ。いやちょっとは配慮しろ、新キャラなんやから。だって俺ら既存の猫ドラゴンも目立ちたいし。いや自我の暴走、自分のことしか考えてない。おい猫ドラゴン軍団、助けに来たぞ。俺は破竜皇帝ディオラムス。憎悪の世紀を吸収することで暴走した魔竜石により真の力を解き放った伝説の破竜族や。お前いらん、破竜皇帝ディオラムスいらんねん。え、本気で言ってる？俺破竜皇帝ディオラムスは超激レアやし使えると思うけど。はぁ、お前コスト重いしオムライスやし雑魚いねん。あと元祖ドラゴンは俺らやから。お前は俺らより後にニャンコ軍団に入ったんやろ。俺らの方が先輩、敬語使え。いやめっちゃ嫌なやつやん。なんやねんこいつ。おいクソドラゴンども、何を揉めてるねん。揉めてるうちに俺狂乱の猫がめっためたのボコボコにしたるわ。絶対負けへんぞクソドラゴンめ。ドラゴン最強。チャンネル登録高評価よろしく。カオルくん、ダイエットのしすぎで顔だけになってしまったカオルくんや。俺は体がなくなったせいで顔が肥大化し、ダイエット前より体重が重くなったから浮いてみたんや。私はジンライシンのサンリアベータ。サイズの合う服がなかなかないのが悩みな女の子だよ。私ジンライシンのサンリアベータは遠距離から強烈な大雷を放つんだ。これで君、カオルくんをしびれさせてあげるんだから。はぁ、あんま調子乗んなよ。ジンライシンサンリアベータ、何が雷でしびれさせてやるや。この辛いダイエットを耐えた俺が今さら雷でしびれると思うなよ。確かにそれはすごすぎる。私人雷神のサンリアベータの雷じゃしびれさせれないかも。いやいきなり自信なくすやん。てか素直にすごいって認めてくれるとこめちゃいい子やん。その優しい心にしびれたわ。ああやられた。ハンニャガオ、サンディアを倒してくれ。はぁ、情けない。情けなすぎるぞ、カオルくん。俺はハンニャガオ。呪われたハンニャの面をかぶってしまったがゆえに、成仏できない魂を食い集める鬼へと変貌したカオルくんや。口から吐き出される怨念の塊に触れたものは恐怖で本来の力が出せなくなってしまうんや。ねえ、なんかすごい怖そうな敵がいるんだけど、あんな怖い敵と戦いたくないよ。まあでも私、人雷神のサンリアベータの雷槌攻撃は赤い敵に超ダメージを与えることができるから、この怖いハンニャガ王に対して有利に戦いをすることができるんだ。人雷神サンディアベータ、俺ら猫国城と暗黒猫がしっかり壁になるから安心して攻撃してくれ。ありがとう猫国城と暗黒猫。でもハンニャガ王の射程が長すぎてめちゃくちゃ攻撃当たっちゃってるよ。やられちゃった。おいお前ら、あとは俺に任すとき。俺は極炎鬼ニャンマ、究極の強さを欲して奈落をさまよい地獄の豪華に焼かれた狂気のキャラクターや。おいハンニャガオ、何女の子に手出してるねん。お前みたいなやつは俺極炎鬼ニャンマが圧倒的な単体攻撃で地獄送りにしてやるわ。何調子乗ってるねん極炎鬼ニャンマ、モテようとしてカッコつけるなや。俺ハンニャガオは攻めてきたやつを返り討ちにしただけ。女やからって優しくせなあかん理由はないわ。ただでさえ顔怖いのにその女の子に優しくない性格、お前ハンニャガオは一生彼女できひんそうやな。なんかかわいそうで涙出そうやわ。いや意味わからん同情してくるなや。マジで気悪いなお前。そこまで言うんやったらお前極炎鬼ニャンマは彼女おるんか。いやおらんよ。いやおらんのかい。おらんのに同情してきたんかい。マジで意味わからんやんけ。まあお前らニャンコ軍団全員倒して彼女くらい作ったるわ。行くぞー。うおー負けへんぞー。めちゃ彼女欲しい。俺ニャンマは絶賛彼女募集中や。チャンネル登録高評価よろしく。
亡霊は大狂乱の猫島、大狂乱となることで体力と攻撃力がアップした鬼が住むと噂のあるニャンコ向け温泉リゾートや、亡霊大狂乱の猫島は赤い敵に滅法強く、ごくたまにクリティカルを放つ能力がある。この力で赤い敵全員ぶち止めしたるわ。なめんなよ大狂乱の猫島、俺は赤ら顔、カラオケでの歌声はプロ級だが人前で歌ったことはない。人前に出ると赤面しちゃうテレ屋さんなカオルくんや。ちなみに趣味はもちろん一人カラオケやで。いや、なんの情報やねんそれ、マジでいらん情報やんけ。はぁ、大事な情報やろ大狂乱の猫島。お前みたいな理解力のないただの島野郎はぶっ倒したるわ。行くぞ。あー、島のくせに強い。あとは任せた、レッドサイクロン。はい、任しときやからがお。俺はレッドサイクロン。超高速回転による連続攻撃はいかなるものも寄せ付けない赤いサイクロンや。お前大狂乱の猫島ごとき俺、レッドサイクロンのくるくる攻撃で島を砕いたるわ。やれるもんならやってみるよレッドサイクロン。逆にその回転攻撃の勢い止めたるわ。行くぞ。うおしましまアタック。あー、めちゃ強いがな大狂乱の天空の猫。あとは任せた。はーい、任しときレッドサイクロン。俺は大狂乱の天空の猫。にゃんこ軍団を裏切り大狂乱となることで兄弟都市を一瞬で焼き払う力を手に入れた空中都市型にゃんこや。まあ大狂乱の猫島は所詮地面を這い回るしかできひん雑魚、空中から一方的に攻撃したるわ。いや、にゃんこ大戦争に空中から攻撃したら一方的に攻撃できるとかないから大狂乱の天空の猫。何めたいこと言ってんねん大狂乱の猫島。お前みたいな柔軟な考え方できひん頭カチカチ野郎は俺大狂乱の天空の猫のビームでぶっ倒したるわ。行くぞ。うおー、天空ビーム、あーやられた。大狂乱の猫島が最強や。おお、えぐいえぐいえぐい、なんやこれなんやこれ、えぐい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 。チャンネル登録よろしく。亡霊はデビルサイクロン。飲み込まれた魂は悪魔の住む世界に転生するという悪魔的な吸引力で全てを飲み込むデビルなサイクロンや。亡霊デビルサイクロンは悪魔界最強のシールドを持ってる。だからどんな強靭な奴が来ても負けへんぞ。お前のシールドなんか筋肉でぶっ壊したるわデビルサイクロン。俺は猫マッチョ、たくましい足を持ったキャラとのコラボは美の極み。地下格闘技チャンピオンとなった遠距離型マッチョや。亡霊猫マッチョと筋肉仲間の向き足猫のコンビは最強。お前デビルサイクロンのシールドがどんなに硬くてもこの鍛え抜いた体で全てを破壊してやるわ。何言ってんねん猫マッチョ。確かにすごい体してるし相当努力したのはわかるけど、所詮お前の体は猫レベル。悪魔シールドという常識を覆した能力には絶対勝たれへんのや。おーい猫マッチョ、助けに来たぞ。俺は邪悪な悪魔研究家。邪悪な心に蝕まれながらも悪魔への探求心は衰えない。魔界への潜入調査の対象により悪魔化し始めた研究家や。僕邪悪な悪魔研究家はたまにクリティカルと悪魔シールドを貫く能力がある。この力でお前デビルサイクロンのシールドを破壊してやるわ。あー破壊できひんかった。ほんま大したことないやつやったな。おい助けに来たよ猫マッチョ。私は大賢者リリンパイ。自分をめぐって争い合う姿を妖艶な意味で眺める。悪魔さんも魅了する薬を開発したクレイジー大賢者だよ。私大賢者リリンパイは天使と悪魔に滅法強く、必ず悪魔シールドを貫く能力と烈破攻撃が使えるの。この力とネコマッチョの筋肉でお前デビルサイクロンをぶっ倒してやるんだ。頼んだよムキムキネコマッチョ。任しとけ大賢者リリンパイ。視聴者のみんな、女の子が近くにおったらめちゃくちゃ頑張れるやん。この現象のことなんて言うん、知ってる人はコメントで教えて。ほなデビルサイクロンを倒すぞ。あんま調子のんなよ大賢者リリンパイとネコマッチョ。お前らみたいなヘッポコニャンコ軍団には悪魔の恐ろしさを教えたるわ。行くぞ。うおやった。あーマッチョに負けた。にゃんこ軍団が最強や。チャンネル登録高評価よろしく。
僕は猫宮金次郎、薪を使った強いカバン型飛行器具を発明し、勉強と労働と戦闘を同時にこなすハイパーニャンコや。僕、猫宮金次郎は超生命体特区を持ち、黒い敵とエイリアンに打たれ強い能力がある。僕、猫宮金次郎は新敵キャラの大魔王ニャンダムがボスの、大魔王決戦神ムズのクリア報酬、なかなかゲットするのが難しいキャラや。まあ僕、猫宮金次郎のエイリアンに打たれ強い能力で暴走の猫ムートをぶちのめしたるわ。何調子乗ってるねん猫宮金次郎。俺は暴走の猫ムート。覚醒を始めた強大な力は自らの制御も不能にし、破壊の限りを尽くす。着ぐるみの封印から解き放たれ、再び世界を滅ぼすべく飛び立った猫ムートや。お前猫宮金次郎は神ムズのクリア報酬か知らんけど、俺暴走の猫ムートには関係ない。すぐに全員あの世に送ったるわ。行くぞ。うわムトムトアタック。あーやられた。一種でこんなに耐えれるのはやばいな。くそ、さすがに僕猫宮金次郎一種じゃ暴走の猫ムートは倒されへんかったか。でも今回は一味違うインフェルノアキラが一緒に戦ってくれるんや。頼んだぞインフェルノアキラ。はい、任しとき猫宮金次郎。俺はインフェルノアキラ。未来と自分は変えられるの信念を胸に抱き、変わらない社会に抗う天才少年や。俺インフェルノアキラはエイリアンに滅法強く、波動ダメージを無効にする能力がある。この能力と猫宮金次郎の硬すぎる打たれ強い能力で暴走の猫ムートをぶっ倒したるわ。やれるもんならやってみるよインフェルノアキラと猫宮金次郎。正直猫宮金次郎の硬さには驚いたけど、所詮壁役。インフェルノアキラのエイリアンに滅法強い能力も大したことないやろうから、余裕でお前らニャンコ軍団を壊滅させれるぞ。それはどうかな暴走の猫ムート。僕猫宮金次郎がお前暴走の猫ムートの攻撃を耐えて、インフェルノアキラが遠目から攻撃。このコンボにお前暴走の猫ムートは敗北するんや。おお、ほなやってみろよ。俺暴走の猫ムートが返り討ちにしたるわ。行くぞ。うわムトムトアタック。あー猫宮金次郎やばすぎ。僕猫宮金次郎のレベルは30で、使用ニャンコンボは研究力アップ中プラスダイヤで。チャンネル登録高評価よろしく。俺は竜宮長獣キングガメレオン。とりあえずでかくて硬い亀や。なんかブンブン先生とかいうやつがこの入表島におるらしいねんけど、そいつが俺の攻撃は最強やとか言ってめっちゃイキってるらしいねん。俺は黒い敵と天使に打たれ強いねんけど、素の体力もめちゃめちゃあるから、ブンブン先生の攻撃なんか余裕で耐えれるんや。しかも攻撃力もそこそこあるから、ブンブン先生くらいのやつなら攻撃を耐えるだけじゃなくてボコボコにして倒すこともできるんや。ブンブン先生出てこいや。俺はブンブン先生、日本編最古の砦で西表島を守るボスや。俺は西表島を攻略しに来る哀れなニャンコどもを何体もこの拳で倒してきたんや。今日はキングガメレオンとかいう亀野郎が俺を倒しに来てるらしいねんけど、亀ごときが俺様ブンブン先生に勝てるわけないんよ。来たなブンブン先生。あれなんか取り巻き連れてきてるやん。ブンブン先生は男気あるからタイマンで戦ってくれるって聞いてたけど、案外めめしいやつやったんやな。はあんま舐めたこと言うなよ。俺もお前とタイマンしたかったけど、ニャンコ大戦争の仕様で取り巻きも出てきてしまうんじゃ。てかお前もはじめ大凶乱の猫ライオン使ってたやんけ。確かにそうやな。まあそんなことは置いといて、お前もそろそろ気づいてるんじゃん、俺の体力がヤバすぎて勝たれへんってことに。いや全然余裕やし、お前だって俺の攻撃エグすぎて焦ってるくせに何強がってんなよ。そんなクールぶってるやつには俺の拳で鉄拳制裁や。いくぞラストスパートや。うわーくたばれ亀野郎。チャンネル登録高評価よろしく。私かぐや姫が先にエンジェルサイクロンを倒すんだから。いや俺金太郎が先や。うおあ俺は金太郎。今日も部下の小熊に担がれ山稽古に勤しむ株式会社マサカリに勤めるエリート社員の金ちゃんや。俺金太郎はたまに天使の動きを遅くし渾身の一撃を放つことができるんや。おい金太郎、何先に自己紹介してるの。次は私かぐや姫の番よ。私は今はまだその素性を隠している月からの使命を受けた美しきにゃんこよ。私かぐや姫は天使とメタルな敵の動きをたまに遅くすることができるのよ。かぐや姫って動きをたまに遅くするしかできひんの。俺
金太郎は渾身の一撃も使えます。あ、うざ。渾身の一撃を使えても金太郎は私かぐや姫より弱いんだから。いやいや、そんなわけないやろ。まあそこまで言うんやったらエンジェルサイクロンがボスの進撃の天渦激ムズをどっちが早くクリアできるか勝負や。おお、やってやるわ。ほな行くぞ。よっしゃ、エンジェルサイクロンがボスの進撃の天渦激ムズをかぐや姫より先にクリアしていくで。ちなみに俺金太郎のレベルは30のプラス値が0や。かぐや姫はレベルなんぼなん？私かぐや姫のレベルは30のプラス値が1よ。じゃあかぐや姫の方が有利ってことか。いや、保険かけてくるなよ。シーカーも有利って言ってもプラス1分だけでしょ。めちゃダサい男じゃん。はあ、ダサくないし、俺金太郎はかっこいいしめちゃくちゃ強いし。はいはい、その割に私かぐや姫の方が先に進んでるけど大丈夫かな。このままを先にエンジェルサイクロンを倒しちゃいます。そうはさせへんぞ。すぐに追いついて俺金太郎が先にエンジェルサイクロンを倒したるわ。あんま調子乗んなよかぐや姫と金太郎。なんで俺エンジェルサイクロンに勝てる前提で話し進めてるね。俺は世の中を変わらない吸引力で浄化し続ける恐ろしい天使なサイクロンやぞ。お前らみたいに小さいニャンコに負けるわけないやろ。は？何言ってるのエンジェルサイクロン。私たちは最強の超古代勇者ウルトラソウルのキャラよ。あなたなんて余裕でぶっ倒せるわ。それなかぐや姫、エンジェルサイクロンなんか余裕でぶっ倒せるよな。いや、お前はまだ城にも到達できてないのに生きんなよ金太郎。まあ先にかぐや姫を一掃して終わったら金太郎も一掃してやるわ。行くぞー。うおー、負けへんぞ。かぐや姫強。よし、私の勝ちね金太郎。いや、まだ勝負は分からんぞ。最後まで諦めるか。いや、さすがにもう勝負ついてるわ金太郎。じゃあ頑張ってエンジェルサイクロンを倒してね。行くぞー。うわー、まさかリアタック。やられた。はい、は遠方範囲攻撃かな。チャンネル登録高評価よろしく。俺は狂乱のキモネコ。ニャンコ軍団を裏切り狂乱となることで波動をマスターした。遠くの敵を攻撃できるキモネコや。こいつエンマ総長エマがどんなやつか知らんけど、俺狂乱のキモネコの波動攻撃でぶっ倒したるわ。なめんなよ狂乱のキモネコ。私はエンマ総長エマ、気合を入れてぶっちぎりで行くんでよろしく。ここ一番の時は勝負服でさばきに出かけるエンマ女王や。私エンマ総長エマはたまに敵の攻撃力を下げて波動を打ち消す能力があるし、デスハーデスドローンに続いて3番目に体力があるね。お前狂乱のキモネコの攻撃なんか余裕で耐えれるわ。なに、波動無効なんえぐいて。しかもそんな体力あんの。まあでもそんなんは関係ない、ぶっ倒したるわ。行くぞ。うおー、キモキモアタック。あー、半端ないって。こうなったら進化したるわ。よっしゃ、進化したったで。俺は大狂乱のむき足猫。大狂乱となることで体力と波動攻撃が強化されたが、人気が大幅ダウンしてしまっている筋肉美が自慢の遠距離型キャラや。おいエンマ総長エマ、このムキムキの足から繰り出される蹴りは耐えられへんやろ。マッチョ嫌い。精神攻撃してきたねんけど、絶対に許さん、ぶっ倒したるわ。行くぞ。うわー、ムキムキアタック。あー、エンマ女王えぐいて。チャンネル登録、高評価よろしく。なにこいつら、こんな雑魚野郎に私、オカメガオが負けるわけない。絶対負けないんだから。あー。私はオカメガオ、漆黒の仮面に秘められた悪しき乙女心が、群がる男衆に悪意の吐息を撒き散らす仮面をかぶった赤らガオよ。私、オカメガオを 100% ニャンコを吹っ飛ばす能力があるの。この能力でニャンコ軍団を全員吹き飛ばしてあげるわ。お前、オカメガオなんか僕ら一種で倒せるわ。あ、今の誰？私、オカメガオは最強よ。わけがわからないこと言ってくる奴はぶっ飛ばしてやるわ。僕らは重機 CAT、猛ダッシュから繰り出される一戦で敵を粉砕する社会復帰のため工事現場で働き始めた速攻型キャラよ。おいオカメガオ、お前らなんか僕ら重機 CAT のたまに黒い敵の攻撃力を下げる能力でメッタメタのボコボコにしてやるわ。あー、それだけで私オカメガオに勝てると思ってるの？勘違いやろう。
私、オカミガオがボスの極楽浄土超極ムズで返り討ちにしてやるからかかってきなさい。行くぞよっしゃ、ほなオカメがオーガバスの極楽浄土超極無造を僕ら重機 CAT 一種で攻略していくで。ちなみに僕ら重機 CAT のレベルは50で、ニャンコンボは研究力アップ中プラス大を使ってるんや。おお、レベルはマックスまで上げてもらってるのね、重機 CAT。 でもそれだけじゃ私オカメがオーには勝てないわよ。あ、僕ら重機 CAT は本能で超ダメージの能力を解放してるから、お前らみたいな黒い敵に超ダメージを与えることができるで。なに、そんなことができるの？マジで鬱陶しいんだけど、何なの？てかあなた重機 CAT なんでダンボールの中に入ってるの？足のメカは立派なのにダンボールって急に脆くなりすぎでしょ。え、にゃんこ大戦争にそういう概念ないから大丈夫やで。何言ってるの、オカメガオ。いや、いきなりのマジです。別にそんなこと言ってないやん。私オカメガオだってにゃんこ大戦争にそういう概念ないの知ってるけど、そういうことじゃないでしょ。てかもういいわ。あなた重機 CAT みたいに可愛くないやつは私オカメガオの吐息で粉砕してやるわ。行くぞー。うおー、オカメの吐息を食らえ。あー、やられた。一応本能の基本体力アップも解放してるで。猫と飼い主はサバカもやっているフラッシュ。チャンネル登録高評価よろしく。